ラトビア共和国、通称ラトビアは北ヨーロッパのバルト海沿岸に位置する共和制国家。1990年にソビエト連邦から独立した EU、NATO、OECD の加盟国。通貨はユーロ、人口は201.5万人、首都はリガである。バルト海東岸に南北に並ぶバルト三国の一つで、西はバルト海に面する。北はエストニア。 南はリトアニア、東はロシア、南東はベラルーシと国境を接する。面積は九州本島の1.76倍。国連の分類では北ヨーロッパの国である。首都のリガは港湾都市でバルト海クルーズの主な寄港地の一つでもある。公用語はラトビア語である。国民の約27%がロシア系住民で映画、テレビ、新聞。 雑誌などではロシア語も広く利用される。また、世代によっては英語、またはドイツ語も話すことができる。このマルチリンガルな国の特色は、外国企業の進出の要因にもなっている。第一次世界大戦後の1918年に、ロシア帝国より独立。第二次世界大戦中の1940年に、ソビエト連邦に占領された。 翌1941年独ソ戦でドイツが占領。大戦末期1944年ソビエト連邦が再占領し併合。1991年に同連邦から独立を回復。2004年に EU と NATO に2016年に OECD に加盟した。正式名称はラトビア語でロットビアス・リパブリカ。通称ラットビジャ。 ラットビジャ公式の英語表記はリパブリック・オブ・ラトビア。通称、ラトビア。日本語の表記は、ラトビア共和国。通称、ラトビア。古くは、領と、ミノという漢字表記が用いられたこともあった。国名の、ラトビアは、バルト人の一派であるラトガレ人に由来する。国会議事堂生体は、共和制である。議会は、 一員制で定員100議席、任期は4年である。大統領は議会内での選挙で選ばれ、任期は4年である。主な国内問題としては、国内に居住するロシア人への処遇問題がある。ソ連時代からラトビア領内に住むヒラトビア人に対しては、ラトビア国籍取得に際して、 のきなミラートビア語試験などを課し、民族主義的な側面が多々あり、2009年現在35万人のロシア人が無国籍である。最大のマイノリティであるロシア系市民やロシアが頻繁にこのことに関する改善を要求し、EU 加盟委員会も加盟に際してこの問題の改善を促した。他方、首都のリガではロシア語生活者が、 半数近くを占めるなど文化としてのラトビアの存続に危機感が募る中、EU 加盟後の現在でもロシアはこの問題を外交カードとして使っており、ラトビアにとっては非常に悩ましい問題である。EU 加盟後もロシアと国境問題が存在した。これは併合前の国境を主張していたためで、ロシアとの国境は暫定国境になっていたが、 両国の関係改善を求める EU の働きかけもあり、最終的には、ラトビア側が要求を取り下げ、2007年3月27日に、ロシアとの国境確定条約に調印した。2011年8月ヘルシンキで、フィンランドスウェーデン、ノルウェーデンマークはイスランドエストニアラトビアリトアニアの、8カ国外相会談開催。会談後、 バルト三国独立20周年を祝うセミナーが開催された。中日ラトビア大使館ラトビア共和国陸軍、陸海空の三軍及び強度防衛隊からなる国軍を有する。国軍以外の準軍事組織としては内務省の国境警備隊がある。第二次世界大戦中は独ソ戦初期に占領され、数軸側に多くの兵士を教室した。 例えば武装親衛隊の第 15SS 武装的弾兵士団及び第 19SS 武装的弾兵士団はラトビア人で構成されていた。数軸側の敗戦から1991年の再独立まではソ連領であり、1998年9月までソ連軍が駐留していた。2004年には北大西洋条約機構に加盟した。 再独立後の1992年より徴兵制を敷いていたが2007年1月1日より完全に志願性に移行した。ラトビアの地図国土は北緯55から58度、東経21から25度、東西 450km、南北 210km に及ぶ。リガ湾がバルト海に面し、その沖合に、 エストニアのサーレマー島がある。大部分が海抜100メートル以下の低地で森林に覆われる。最高地点は外人カユンス山。ダウガバ川、ルバンスコホカ無数の河川、故障が分布する。気候は東部が大陸性、西部が海洋性で四季がはっきりしている。夏は6から8月、平均気温19度 C、最高気温が35度 C の時もある。 冬は12から3月で降雪あり、平均気温6度 C、最低気温がマイナス30度 C の時もある。ラトビアの行政区分ラトビアは110の基礎自治体と9つの直轄市で構成されている。2009年7月1日の行政区画再編以前は26の地区と7つの直轄市があった。主な都市は以下、首都リガ IMF によると、 ラトビアの2017年の国内総生産は303億ドルであり、2014年度の山梨県とほぼ同じ経済規模である。同年の一人当たりの GDP は15,550ドルで、リンゴクリトアニアより約1,200ドル低く、バルト三国では3番手に当たる。ソ連時代には重工業が盛んで、ソ連域内屈指の工業地域であった。 当時ソ連内を走る電車の約9割がラトビア乗りが車両製作工場制であったともと言われていた。また、電気メーカーのベフをはじめ多くの工場が立地していたが、独立回復後の市場経済化の流れの中で工業拠点の多くが軒並み放棄され、現在も廃墟のまま残るなど、ソ連時代の産業はほとんど継承されなかった。結果として、現在では、 国際的に競争力のある基幹産業と呼べるものは見当たらず、木材加工や金属などの産業がラトビアの産業を支えている。ソ連崩壊以降、経済の混乱によりインフラストラクチャーの整備や開発の遅れが目立っていたが、近年になり、不動産、金融、製造業等の分野に対する外国からの直接投資が活発になって、 EU 域内で最も高い成長率を記録するなど、リガを中心に経済成長が著しかった。しかし、実体経済に基づかないバブル的な経済事情と、ずさんな審査のもとに組まれた大量の不良融資やローンは、ラトビアを2008年の全世界的な強行の煽りを最もひどく受けた国の一つとする結果に至った。国内第2位のバレックス銀行は、 多額の負債を抱えたまま一ラッツで国有化され、政府も IMF に対して緊急融資の要請をした。2009年には経済が18%も落ち込んだが、その後の政府による厳格な緊縮財政は欧州連合から高い評価を受けた。この結果、2013年7月の EU 財務省理事会でラトビアのユーロ導入が承認され、翌年1月1日から、 旧来のラッツに代わって流通が始まった。2016年7月1日、OECD に加盟した。他方で、都市部では、インフレ率が大幅な上昇傾向にあることに加え、主な投資先が、リガやその周辺に集中するなど、地域間の格差が拡大しており、ラトビア経済が抱える、最も大きな課題の一つとなっている。ここ数年、 リガは旧市街を中心に観光業が活発化しており、外資系ホテルの参入や新規航空路線の拡充と、ともに観光客が増加しているものの、リガ以外では観光開発が十分でなく、観光業でも地方とリガの間の格差が広がりつつある。世界遺産にも登録されている旧市街地を中心とする地区は、景観保護のため高層ビルの建設が認められておらず、 高層ビルは少ない。市内にある高層ビルはいずれもそうした規制のなかったソ連時代に建設されたものである。これらのビルのうち旧市街北部にある環境省等が入居するビルは景観回復のため取り壊しも含め議論されている。リガ国際空港から飛び立つエアバルティックの旅客機、リガ市内の交通機関はトラム、トロリーバス、バスの3つで 距離の大小関係なく、値段は共通して0.70リッター S。2006年までは0.20リッター S だった。鉄道はラトビア国鉄が運営しており、基幹は1520ミ、mm、リメートルである。ラトビア最大のリガ国際空港は、バルト3国の中で最も航空路線、利用客数が多く、この地域でのハブ空港として機能している。最近では、 下記のみだが、リエパー屋のリエパー屋国際空港への定期航空路の開設があり、独立回復後発の国内定期便が就航したほか、数十年ぶりとなる地方空港を発着する国際定期便も就航した。2008年からは、クルゼメ地方の港湾都市、ベンツピルスとリガを結ぶ定期便も復活した。 世界銀行のデータによればラトビアの人口は1989年まで右肩上がりで増え続け、最高で267万人に達したが2015年には198万人まで減少している。ラトビアが欧州連合に加盟した2004年以降、10年で1割も人口が減った計算になり、これは EU 加盟をきっかけに、 移動の自由を手に入れた若者を中心とする国民が西ヨーロッパ諸国へ次々と移り住み人口流出が止まらないことが一因であるとされている。こうした状況にラトビア政府も危機感を強めており2013年からは帰国したものの待遇の改善に取り組むなど帰国を促すキャンペーンを行っている。2011年現在の民族別住民構成は ラトビア人が62.1%、ロシア人が26.9%、ベラルーシ人が3.7%、ウクライナ人が2.3%、ポーランド人が2.4%、リトアニア人が1.4%である。その他、ラトガリア人やリボニア人が生活している。地域別ロシア語母語話者のあり合い2011年、言語はラトビア語が、国語。 公用語であるが、リガなどの都市部ではロシア語系住民が多く、ロシア語の使用率も高い。和社は少数であるものの、ラトビア語に近いラトガリア語及び、ウラル語族のリボニア語も法律によって、権利を保障されている。母国語和社の割合は、公用語のラトビア語58.2%、ロシア語37.5%である。 ラトビア人の71%がロシア語を話すことができ、ロシア人の52%がラトビア語を話すことができる。国籍取得の条件にラトビア語習得が義務付けられているため、ロシア系住民によるラトビア語話者数が増加した。バルト三国の中で最もロシア人の人口が多いため、ロシア語人口が多い。特に首都のリガでは、 人口の41.7%はロシア人であり、人口の半数近くを占め、ラトビア人とほぼ同数となっている。ロシア語以外の外国語習得率も高いが、世代によって話せる言語が異なり、中高年はソ連時代の外国語教育の中心であったドイツ語一方、青少年はイギリス等での出稼ぎ経験者も多く、 英語を流暢に話せる者の,の割合が高い。ラトビア人の間では、英語が話せてもロシア語が話せない若者が増加している。婚姻は、非改正婚、どちらかの性への統一、複合性、いずれも選択可能である。かつて婚姻登録と挙式は、各地域の戸籍登録書、または教会のみで行われていたが、2013年から、 登録所の職員の派遣を申し込むことで、ホテルやレストラン、宮殿並び庭園など自由に場所が選べるようになった。また、婚姻登録費用は法律に基づき14ユーロと定められているが、登録所の派遣サービスを申し込む場合は、別途料金が必要となっている。ルーテル教会、ローマカトリック、聖教会、ラトビア神道などである。地域別のロシア人。 ウクライナ人、ベラルーシ人の割合2011年ラトビア移民帰化局によると、ラトビアの人口は約230万人であるが、ラトビア国籍保有者は約180万人、外国籍保有者が3から4万人である。そして、残りの約45から50万人のソ連時代から帰化せずに永住してきた移民は非国籍者という扱いになっている。彼らは、 文字通り国籍がどの国からも付与されていないため、ソ連時代のラトビア国内で出生し一度も国外へ出たことがない場合でも、帰化しない限りラトビア国籍保有者となることができず、また他国の国籍保有の条件を満たしているわけでもないため、いずれの国からも国民としての扱いを受けることができない。したがって、 彼らは選挙権をはじめとする様々な市民権の行使ができない場面があり、人道的観点からラトビアにおける最も重大な政治問題の一つとして解決が望まれている。この問題に対しては、ロシアのみならず、欧州の人権担当機関からも再三にわたり改善を促されているが、平トビア系住民のラトビア社会への帰化に危機感を持っているラトビア当局は、 未だに抜本的な解決策を示さない状況が続いている。一方で、ロシア系住民はビザなし放浪が可能である。こうした状況を作り上げた歴史的事実としては、1991年、ラトビアがソ連から独立を回復した際、ソ連への併合以前の国民と、その直系子孫にのみ、自動的にラトビア国籍の旅券が付与された。それ以外の、 ソ連時代にラトビアへ移民してきたロシア語を母国語とするロシア人に付与されなかったがラトビアで生まれた彼らの子供には片親の養成だけで国籍が付与されている彼らは帰化せずに永住し続けてソ連政府が発給した旅券をそのまま使用していたが1997年からラトビア政府が発給する エイリアンパスポートへの切り替えが義務付けられ、被告席者と定義されるようになった。ソ連時代にはロシア語の習得は義務であったが、独立語は義務ではなくなり、若い世代や地方に住むラトビア人を中心にロシア語を理解できないものも増えている。以前としてロシア語の存在は非常に大きく、映画館やテレビ放送ではラトビア語とロシア語の字幕が並列されていたり、 ラトビア国内で出版、発行される新聞や雑誌であってもラトビア語版とロシア語版が存在するものも多数ある。比較すると圧倒的にロシア語版の方が種類、量ともに豊富である。ラトビア国内で就職する場合でさえ、さほど専門性、国際性が問われない単純な職種であっても、 顧客の3から5割がロシア語話者という状況のため、ラトビア語に加えてロシア語が話せることが就職の条件となっていることも多く、普段の生活ではラトビア語しか話さないものでも、ロシア語を勉強する。ラトビアに進出する外国企業も、当地におけるマルチリンガル比率の高さを当地へ進出する上でのメリットと考えており、 こうした事情もロシア語が容易に影響力を失わない要因の一つとなっている。このような状況は、ロシア本国は元より、ロシア語圏と呼ばれる国、地方のものにとっては、大変魅力的であり、観光客や新たなビジネスの獲得に大きく、貢献している。また、西側資本も、ラトビアを EU 内におけるロシアとの窓口として見る向きがあり、政治的、 経済的にもラトビアは、ロシアの影響から抜け出すべきと考える者にとっては、皮肉な現実となっている。これらの事実は、今でも、かつての占領国の母語が自国で大いに幅を利かせていると感じるラトビア系住民にとっては、脅威であり、ロシア語は独立後に勝ち取ったラトビア語の地位を脅かす存在と捉えられることも、少なくない。そのため、法律により、 原則として、公共の場所での広告や、店舗の案内、メニュー等にはラトビア語の使用が義務付けられているため、ロシア語も含め、ラトビア語以外の言語が、公共の場所で単独で使用される例を見つけることは、ほとんどない。この原則は教育現場においても適用されており、公立学校はもちろん、各民族学校での授業においても、6割以上は、 ラトビア語でなければならないとされている。しかし、監督官が臨場した時にはラトビア語で授業を行い、帰れば再び多言語を使用するといった具合に器用に使い分けされており、教育現場では必ずしも徹底されていない。2012年にはロシア語の第二公用語化の国民投票が行われ 74.、74.8%の反対多数で否決された。 当然ながら被告席者である、ロシア系住人には投票権はなく、選挙権のない被告席者のままとすることでロシア語の公用語法案の法制化やロシア系住民の政治勢力の拡大を阻止しているとも捉えることができる。このように、ラトビア民族主義者との綱引き状態から、無国籍問題は解決せず、ロシア系住民との融和は、 進んでおらず国が抱える大きな課題となっている。ラトビアの犯罪発生件数は年々減少傾向にある。同国の国家警察の発表によれば2019年の犯罪発生件数は39,906件となっておりヨーロッパ各国の大都市と比べれば比較的安全であると言える。しかしながら海外からの観光客を狙った犯罪は 今も多く、夏の観光シーズン中は、スリや、窃盗事件の被害に遭いやすい状況となっている。他のバルト地域と同様、都市部では、インターネット接続環境が整備されている。特に公衆無線インターネット接続網は、リガ都心部を中心に、アクセス可能地域が急速に拡大されているほか、光ファイバー網も整備され始めている。 スフェンテ邸宅イギリスの旅行案内サイト、ファーストチョイスは、ユーザー投票で同国を、世界一美しい国に選んだ。世界的バイオリニストのギドン・クレーメルを生んだ国である。また、バイエルン放送公共楽団主席指揮者のマリス、ヤンソンス、ライプツヒゲバントハウス管弦楽団学長のアンドリス・ネルソンスのように、ドイツの有名オーケストラで活躍する指揮者を、 複数排出している。ラトビア国立美術館ラトビアは芸術家を多く排出している国家の一つに数え上げられる。ラトビア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。古くからバスケットボールが盛んでバスケットボール欧州選手権ではリトアニアと覇権を争った。ソ連時代では ウリアーナセミオのバラを排出し、モントリオールオリンピック、モスクワオリンピックで女子代表は金メダルを獲得した。また、ウィンタースポーツにおいては、ボブスレイやリュージュなどのソリ競技にも伝統的に力を入れている。アルタタバカ編、リガーン内。ありがとうございます。